まあ、軽量競技系ということで、はい、まあ、今回ちょっとこのいつも使ってる緩めの、まあ、僕は40ポンドですよ、今度これ30ポンド、ね、使わせていただきましたけど、やっぱりもともとラケットにすごいパワーが軽いけどあるわけじゃなくて、しっかり振って使いますよっていうところで考えると、やっぱりラケットのパワーのちょっと、まあ、これよりコントロール性の方に秀でてる部分をちょっとこのガットの緩さというか、まあ、トランポリン現象ですね、たわむようにして戻って飛ぶっていう感覚を出してあげることで、強く打つだけではなくてちょっとこう押すようなスイングでもかなり扱いやすくなったのかなといった印象がトータルであって、結果が扱いやすくなるとこうスライス系のタッチだったりとか、本当にこう取り回しのメリットを最大限にこう使える、操作性の良さがメリットとして感じられるラケットということで、逆にこうテンションを下げたことによってすごいよりオールラウンドに使いやすくなったのかなといった印象です。コーチなんか普段使ってるのと比べて、はい、全体的に、はい、そうですね、まあ、先ほどホッキーさんおっしゃったように取り回しはすごくいいですよね、うんうん、だから逆に言うとこうスライス系で自分こうスライスをかけてボールを押す感覚なんですけど、かなり緩いテンション軽量なので乗りますね、ボールに。特にこう女性のボレーボレーなんかやった時、ボレーボレーが攻めた時なんかはかなりアドバンテージ取れると思いますよね。しっかりボールをホールドしてくれて運んでくれるので、軽量であるし、ある程度スイングしてもボレーになってくれるので、強みはかなりあると思うんですよね。ボレーはすごくしやすかった、スライスがとにかくかかりやすかった。はい、僕はボレーストをしてて、ストロークを打ってでもちゃんとこう押してるなっていう感じがストロークでも見えるし、スライス系でこう運んでるなっていう感じが本当に取れるのは、やっぱりこうフェースの部分でこう乗ってくれてる感じがかなりこう出てくれるので、まあ、ラケット自体のこうホールド感っていう部分にこうガットのたわみ幅がちゃんと出て、これがパワーにも転換できるし、こうホールド感としてコントロール性にもまあかなり転換できると思うので、非常にラケットとしてはこうまで飛ばない競技系だから、もうしっかりガンガン振る人が使うっていうだけではなくて、ちょっとこ う, う、ね、巧みなプレーができる方、うん、まあ今度個人のベテランとか試合出られてる方 で、ね、やっぱり長期戦になった時の後半にはやっぱり軽さは非常にメリットだと思うので、本当にあまりこう軽いからてんてんてんではなくて、軽いからこそちょっと使ってみてほしいなっていうところはありますよね。ぜひね、一度打ってみるとすごくよくわかると思います、はい、すごくパワーがあるラケットだと思います、うん、軽量なんですけどパワーがある、うん、ちょっと個人的にはちょっとこの40ポンド、まあ、30ポンド30ポンドっていうところにもちょっとトライしてもらいながら、まあ、検討してもらいながら、ラケットのパワー面ちょっと心配ですよっていうことであれば、テンション下げてこうそこの部分をフォローしてあげればいいと思うので、ね、こういうところのセッティングをうまく、まあ、加味して選んでいただければと思いますし、あとは靴ですね、はい、ちょっと良かったですね、これはかなり、はい、すごい良かったです。ね、前作の話もちょっとさせてもらってましたけど、ね、柔らかいアッパーっていうところは非常にメリットだったと思うんですけど、逆にこう広すぎてしまったりとかして、ちょっと、ね、靴の中で足が動いてしまう方なんかもいらっしゃったと思うんですけど、今回の方はかなりこう前作のこの柔らかさをこうそのままにしつつ、ちょっと欲しい部分の安定性がしっかりとカバーできてるのかなという、まあ、今回は私たちはオムニクレオの方を履かせていただいて、まあ、実際プレーをさせてもらったんですけども、まあ、ちょっとラインナップの方の説明、はい、今回履いていただいたネイビー、これがメンズユニセックスですね。こちらのブラックレッド、これが、オールコート用になります。色によってさ、違う、はい、はい、またレディースの方でオムニクレー用がブラックピンク、プロスパイダー2の時にネイビーピンクでやったんですけども、ありました、ね、ブラックピンクないのっていう女性のご意見があったので、ブラックピンクにしました。買ってください。だから買ってください。だから買ってください。出したよ、本音が出た、本音が出た。黒ピンク出したから、黒ピンク言ったから、ほらお願いしますよ。言ったでしょ、言ったでしょ、言ってしまった方お願いします。オールコート用で、はい、ブルーですね、はい、いただいてますので、今回は、それぞれ色違いでオムニクレー用とオールコート用、メンズというかユニセックスとレディースという品番4型が、9月の下旬に発売になります。でセリフソンのシューズといえば、愛用していただいている近藤コーチ、はい、自分ハードの方を使わせてもらってる、こちら、もともとソフトだったんですけど、ハードに変えてから、足の疲れとか痛みがかなり軽減されているので、もうそれからずっとハードを使わせてもらってます。最初に入っているのはソフトが入っているんですよね。はい、ソフトタイプで柔らかいものが、はい、中にこちらが入ってます、はい、まあ、お好みに合わせて、はい、
セッティングを変えていただいても結構ですし、まあ、これを変えるだけでも、履ける方の層っていうのが少し変わったりというか広がってくると思いますので、いろんな方に、まあ、合いやすいシューズになってるんじゃないかなと思います。ラケットの方も、発売が9月の下旬です。同じぐらいですね。そうですね、はい、ラケットの方が少し早いぐらいですけれども、まだまだご予約受けたまわってますので、ぜひお試しください。あれですか、この子たち、はい、今回のラケットとシューズ星いくついただけますでしょうか。星3つです30本。ありがとうございます。まあ3にかかってるからなんか来るんじゃないかなっていう気はしたんですけどすごいですね、そういうところ。あ、そうですね、さすがでございます。はい、ということで、どういうことですかね9月発売のラケットに、まあ、9月発売のシューズに、ね、スリフソンの最新ギアインプレッションということで、ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんもぜひよろしくお願いします。